ギターフリックス部産筐体。左はダラミニアー部ん。ギターフリックスは1999年にビーマニシリーズの第4弾としてコナミより発売された音楽ゲーム。その名の通りギターを演奏するものである。通称はギタフリーリおよび GEF で2つで1つであるダラマナイアシリーズと一括してギタドラと呼ばれることもある。歓迎的にギターマニアでなかったのは コナミが1999年4月1日に発売したときめきメモリアルドラマシリーズボリューム3旅立ちの歌の作中でギターマニアという名称の架空のアーケードゲームが登場しているためとされている。ただし弦を押さえて弾く点は同じであるもののゲーム性は全く異なる。プロデューサーとして小島秀夫が参加していた。従来のシリーズは 2011年3月28日稼働のギターフリーックス部8をもって終了したが、シリーズは並行して稼働を開始した XG シリーズギタドラに移行している。なお、2013年3月31日をもって E アミューズメントサービスは終了したが、設置店舗ではネットワークを利用しない範囲で遊べる。ギターフリーックスの筐体は中央にディスプレイがあり、 その下に2つのスタートボタン、ディスプレイの外側にスピーカーがついており、そこにエレキギターを模したデバイスが両サイドに1つずつ立てかけられている。スタートボタンの内側に、プレイステーション用のメモリーカードスロットや、プレイステーション版の同シリーズ専用コントローラを接続するための端子がついている場合もある。エースミックスパワー、アップバージョン以降は、左右それぞれのスピーカーの上に、 e い,いアミューズメントの磁気カードを挿入するカードリーダーがついている。ギターにはネック部分に RGB の3つのボタン、ボディ部分にピックレバーとエフェクターノブが存在する。エフェクターノブの操作により音質が変わり、選曲画面で緑を押しながらエフェクターノブで相当順を切り替えられる。ちなみにギターと筐体本体は 信号のやり取りを行うケーブルが通ったチューブの他にワイヤーでもつながっている。また、ダラ,ラマナイアと接続するためのケーブルがあり、これにより動作とのセッションプレイが可能となっている。その関係上、隣り合って設置されていることが多く、同時期に稼働している機種ではイメージも統一されている。画面は中央にプレイ中の曲のクリップが表示される領域があり、その上に、 両プレイヤーのエキサイトゲージ、左右に各プレイヤーの譜面として4列の表示がある。両端には各プレイヤーのオプションが表示されている。この4列は左から順に R、G、B、W が表示され、下から上へと流れていく。クレジットを投入し、スタートボタンを押す。セッションプレイの選択を行う。E、アミューズメントパスを使用する場合ゲームモードを選ぶ。 曲を選ぶプレイする結果の表示ゲーム終了後一つの楽曲には複数のパートと難度が用意され最大で10種類の譜面が収録されている。プレイスタイルメニューを活用するとゲームを遊ぶ上で様々な要素を自分好みにカスタマイズできる。プレイスタイルメニューは以下の3つの方法で呼び出すことが可能。特にエントリー画面で呼び出した場合は E アミューズメントパス使用時ならカードにプレイスタイルを保存でき以降は同じプレイスタイルで遊ぶことができる。なお、このメニューにあるプレイスタイルは曲選択画面でピッキングレバーを8回入力するとすべて初期状態に戻される。プレイスタイルメニューで設定できるのは以下の要素。フォースミックス以降はエクストラステージ専用曲を選択して S, S ランクを取った場合、さらに難易度の高い専用曲に挑戦するアンコールステージとなる。この際、演奏タイミングの評価でパーフェクトの占める割合が98%以上の場合は、さらに難易度の高いプレミアムアンコールステージとなる。アンコールステージ以降は演奏する曲が固定され、自由に選ぶことはできない。また、エクストラステージのプレイ不明により、 上の難易度は選択できない。上記以外にも作品により異なるステージが存在する。ビーマニシリーズ共通の用語も参照のこと。シリーズナンバーについては基本的には発売順と同じであるが、セカンドミックスにはプレイステーションとの連動機能を追加したリンクバージョンが、エースミックスには E アミューズメント関連の機能を追加したパワーアップバージョンが存在する。また、 2005年2月23日に稼働開始したバージョンではそれまでのように数字を振るのではなくギターフリーックス部というタイトルとなった。これについては事実上の同一機種であるダラマナイアとのバージョンの統一を図るためのようで、このためかシリーズ全体の故障の表記は現在ギターフリーックスとなっている場合が多くなっている。システムボイスは代々トーマス・ハワード・リキテンスタインが担当。 コースミックスまでは、コンシューマーゲームとしてプレイステーションとプレイステーション2に移植がされていたが、それ以降の新作は移植されていなかった。しかし、2006年3月16日に、プレイステーション2での約5年ぶりの発売となる部位で、再び、コンシューマーゲームでの展開も再開された。また、これに伴い、コナミデジタルエンタテインメントの通信販売サイトである。 コナミスタイルのカスタムファクトリーでアーケードスタイルコントローラーの制作プロジェクトも立ち上げられ2006年9月29日に発売された。楽曲提供歌賞参加 PS 版ギターフリークスはファミ通クロスレビューでは8、9、9、8の34点。レビュアーは AC 版ほぼそのままの移植で専用コントローラーのおかげで盛り上がれるとしたが専用コントローラーがないと 雰囲気や操作性も台無しでコントローラーとセットで1商品とすると効果。AC 版プレイヤーからすればオリジナル曲が少ないとしたほか操作感について慣れればいいとしたものと小さくてボタンの押し応えがあまりないとしたもので分かれた。ゲームスポットは8.8、10のスコアで曲の種類が豊富で魅力的、グラフィックはハードの限界までには至らないが、 非常のエステティックだと称賛。アメリカでは、コンピュータゲームでギターを演奏するというコンセプトは、やや不合理だろうとした。アペンドセカンドミックスは、ゲームスポットでは9、10のスコアで、新曲は難しいが、前作は中毒性はあるもののリプレイの価値あまり、なかったが、本作のおかげで本当に完成したと述べた。サードミックス ダラマナイアセカンドミックスはゲームスポットでは9、10のスコアでダラマナイアの操作も一部搭載されていてギターフリックスとダラマナイア双方のファン向けでありコンポジションは今まで通り魅力的とした一方でセカンドミックスから難易度が上昇グラフィックが重要なシリーズではないがインターフェースの再設計が行われたが演奏中のスライドショーは過去作のようにイノセンス 専用コントローラーが必要で買うにはコストがかかり、通常の p s にコントローラーでもプレイ可能だが、結局は元も子もないとした。ありがとうございます。